ぼっつです。今日はどこを走っているかというと、これはそう西名阪、さっき天理見た、まあ降りたというか終わりまして、ここから名阪国道に入って亀山の方に向かいたいと思います。はい、そうなんです。前回のトラックよもやま話の、まあ言うたら続きみたいな感じでしょうかね。続きではないんですけど、まさにあの日のあの後というような感じです。で、この名阪国道のこの天理付近ですね、かなりの急坂、あとはこうくねくね道なんで、まあ見応えもあるんじゃないかなと思い、ちょっと動画を撮ることにしました。
坂ね、あの荷物目いっぱい積んだトラックね、ハザードつけて、もうそれこそ止まるんちゃうかいうような勢いでね、登ってるトラックも結構いますから、まあ、それぐらいね、急な坂やということなんです。はい、ここね、さっき出てましたけど、事故多発区間です。もう本当にね、これね、信号がないんでね、これ小1時間ぐらいかな、1時間ぐらいかな、信号がね、全くなくて、もう本当に高速道路みたいな感じなんで、ね、すんごい飛ばしてる車もいるんですけど、ね、あんまり飛ばしすぎずに、制限速度守って行きましょうね。結構ボービスもたくさんついてますよ。でさっきも言ったけど、覆面も結構通ってます。捕まってるのもよう見ます。
憩施設があったり、もうなんせね、何回も言うけどタダなんで、大阪方面からね節約しよう思ったら天理まで下道で来れますし、あとはあの163国道163号線でこれ伊賀の方まで抜ける道なんかも結構よう使う、まあ、よう使ってた道でね、もうこの道に出てしまえばね、もう何のストレスもなく走れるので、なんじゃかんじゃでね、針のインターまで来まして、ここ針のインター降りたら、なんていうかな、サービスエリア的みたいなね、休憩施設、針テラスっていうのがあって、ここはね、なんと温泉かな、天然温泉かどうかちょっと分かんないですけど、この温泉施設みたいな、日帰りでお風呂楽しめるような施設があったり、あとご飯食べるところもね、いくつか店舗があって、ちょっと今あるかどうか分かんないんですけど、王将やったり、あと毎度大きに食堂があって、前はねよう利用しましたよ。はい、ってな感じでね、この道まっすぐ行ったら神山です。でね、神山から、まあ僕は東名阪通って行こうと思うんですけど、まあ昔はね、そこから1号線から国道23号線通って、要した道で走ったのを思い出しますね。今でもその道通っていく人たくさんおると思います。でも僕は亀山から東名阪に乗って行っちゃいます。すいません。ということでね、
ないなら。